まあ、さんの決め方参考にっていうのももちろんあると思います。まあ、合う合わないがあるので、実際動画とか見てですね、合うかどうかで決めてもいいのかなと思います。海外人ご希望の方からですね、アフィリエイトのジャンルを調べたいですと、あとニッチなジャンルどうでしょうかと、需要どうでしょうかということですね。あとアフィリエイトジャンルの絞り方についてなんですけども、まあ興味あって、もしご自身でアフィリエイトですね、興味ご自身で記事を書かれるのであれば、やっぱりどのジャンルかっていうのはちゃんと調べた方がいいかなと思いますね。自分で、興味を持ってずっと発信できるかどうかっていうところと、あとまあニッチでもいけたりするんですよね。ただあまりにもニッチすぎると、当然その書けるキーワードが減ってきたりとか、あとまあそもそもですね、頑張る割にですね収益にならないってことがあるので、そこのバランスですよね。ブルーオーシャンだとよく間違いあるのは、ブルーオーシャン目指す人いるんですけども、市場自体がないんですよね。なのでレッドオーシャンとブルーオーシャンの間、パープルオーシャンって言い方するんですけど、そこのニッチな部分ですね、まあ、これはコンサルの手腕だと思います。棚卸しをしっかりして、その方のですね、テーマをアフィリエイトのジャンルをしっかり一緒に決めてあげるってことですね。需要があってっていうところで絞り方だと思います。